はい、こんちゃたかです。今日のですね、一言、仕事ができないやつに限って包丁が切れない。はい、ということで、今日の食材はですね、こんな感じになってます。はい、今日はですね、こちらの食材、マロニーと、あと野菜とベーコンですね。こちらを使って、マロニーのナポリタンをですね、作っていこうかなと思います。はい、それではですね、よろしくお願いします。はい、まず最初にですね、この野菜たちを切っていきましょう。はい、それではまずですね、ソースを作っていきましょう。はい、オリーブオイルでーす。フライ。はい、ガーリック入れまーす。引っ張れた方が美味しいですね。これでーす。はい、次に、ベーコンでーす。よくベーコンとですね、ニンニクの香りをたっぷりと出してください。はい、よく炒めましたら、玉ねぎでーす。はい、続きまして、これ全部、この食材全部ですね。よーく炒めましょう。はい、野菜たちがですね、しんなりしてきましたら、ケチャップ入れます。ケチャップをですね、炒めると酸味が消えて旨味だけが残りますんで、これもよく炒めてくださいね。これがですね、ナポリタンの決め手になりますんで。はい、ある程度ケチャップ炒めましたら、少しトマトソース入れます。ケチャップとですね、同割ぐらいですね。はい、これで一応ソースの完成ですね。それではですね、マロニーをですね、ボイルしていきましょう。沸いた上にマロニー入れますね。こんな感じです。今冬が鍋でうまいですね。お塩も軽く入れておいてください。ではマロニーをですね、打ち上げます。はい、ではですね、マロニーを合わせていきますよ。このね、僕はあれマロニー大好きなんですよですね。鍋ですね、一番大好きな僕はものですね。はい、はい、でこうやって、軽く合わせましたら、ちょっと重たいんで水出しましょうかね。はい、仕上げにパルメザンチーズで、オリーブオイルですね。はい、これを合わせて出来上がりですね。盛り付けていきます。はい、それではですね、いやらしく食べていきましょう。この黄身を割る瞬間最高です。いきますよ。ヒューとろりんちょ、これ最高。やっぱりですね、パスタとマロニー比べるとマロニーバコうますよ。ぜひ皆さんこれを試してください。まず食感が違う、パスタとは違う食感、お試しあれ。それではご視聴ありがとうございます。それではみんな、バイバイキーン。マロニーナポリタン、バリうま。パスタとは違う食感で、ぜひ一度試してみたらいいかなと思います。うん。
最高。